次回以降なんですが、お手元にですね、この8月25日と9月24日のチラシ入ってると思いますので、それで10月15日、これまあつい昨日おととい決まったんですが、これ上岡さんにですね、リニアと公共交通の話をやっていただこうかなと。で、まあ、私の関心事はリニアの方ももちろんなんですが、地方のですね、公共交通がですね、衰退していて、厄介なことになってきているのでですね、それでコロナでですね、ますますひどい状態になっていると。まあ、例えば路線バスとかですね、そういったものですね。だからまあそういう日本のですね、交通のあり方についてですね、少し教えていただこうと。で、実はまあ上岡さんはその交通問題がご専門らしいので、非常にまあいいお話を聞けるんじゃないかなと思っています。で、この8月6日なんですけど、この8月6日っていうのはですね、場所ここじゃなくて中央区の区民館で、第1回目と、まあ、私は思ってるんですが、衆議院選挙を向けての意見交換会をやりたいと思っています。で、今日はですね、山本太郎さんのお話しますけど、政策の話しかしませんので、だから政治情勢がどうだとかですね、さまざまなその山本太郎さんをめぐる問題はどうだとか、いや立憲民主はどうなんだとか、自民公明はこういう動きだとか、維新はどうだとかですね、そういうさまざまなことについてはですね、この8月6日の日に、明石区民館でやりたいと思っていますので、まあ、よかったらお見になってください。一応今のところですね、11名ご参加ということで私にご連絡いただいております。で、まだ若干名いけると思いますので、もしあれでしたらここへ連絡していただければと思います。それじゃあ6時になりましたので、今日はですね、山本太郎さんの俺は新選組の経済政策をちょっと丁寧に見ていこうと思っていますが、実は令和新選組は経済政策2つあってですね、1つはまあここの画面に出てるやつで、これはもう1年以上も前からずっと、ホームページに貼り付けてあるやつなんです。で、これとは別にですね、これですね、ここのところですね、ここにあるやつが今見ていただいてあったんですけど、これとは別にですね、コロナに対してですね、コロナに対する対策を含めた形で新しいですね、緊急提言とかいうのが出てるので、これがですね、なのでこれについてはですね、今日やり残した分と合わせてですね、8月の25日に続きでやりたいというふうに思っていますので、ご興味があったらお見になってみてください。それでもうここから始めていきますね。それでまあこの令和さんの経済政策なんですけど、まあ山本太郎さんよく勉強してですね、割とよくいい政策になってるんだと思います。で、ただですね、私はまあここでもう何度も申し上げてきましたけど、ばらまきが入ってる。それでこのばらまきがですね、なぜダメなのかっていうのをね、もう一回申し上げておきますけど、政権を取っていない、人数が、議席の数が少ないですね、少数で政府を批判している野党の間はですね、別にばらまき言っててもですね、実施できませんから、だからまあみんな多めに見てくれるんです。ところが、いやいや、もう令和新選組は議席を200は超えてですね、政権与党と なって、そして山本太郎さんがですね、総理大臣になるかもしれない、こういう状態になった時ですね、それもうね、政府がですね、徹底的に批判されるわけです、さまざまな方面から。その時にですね、ばらまきという政策はですね、事実上できないので、できない政策を掲げて選挙に勝った場合はですね、これはもうね、猛烈な批判を浴びて、そしてできませんから、たちまちのうちにですね、追い詰められていくことになるんです。だからやめろと言ってるわけです、僕はね。それは私が山本太郎さんに反対をしてるから言ってるんじゃなくて、山本太郎さんをぜひ総理大臣にしたいと私は思うからですね、思うので、このばらまきのような政策を掲げるのはやめろというふうにずっとも言ってきました。で、それを今日ちょっと具体的に見ていただこうかなと思っています。ただそれ以外の部分というのはですね、よく考えて作ってあるなと思いますが、あそこに黒板にも書いてきましたけど、足りないんです、僕から言わせると。何が足りないかっていうのは後で最後にちょっと申し上げますけど、まあ、少なくとも全部で私7つ箇条書きにしましたけど、まあ、あれだけのことがですね、まだ入っていないのでですね、これはまあ太郎ちゃんにもうちょっと考えてほしいなと思っていると。これは後で言います。で、ちょっと順番に最初から見ていきましょうね。で、まず一番最初、もう
令和新選組の一丁目一番地になっていますが、消費税は廃止で、廃止はまあすぐ廃止じゃなくて、とりあえず当面 5% までの減税でですね、できれば次期衆議院選挙は野党一致でやりたいと彼は言ってるわけですね。で、私はそれでいいと思います。それで、ただですね、注意しなきゃいけないことはですね、2つあってですね、1つはまあ金子勝さんです。で、金子さんは何と言ってるかというと、先ほど見ていただいた世界の5月号論文で、消費税を下げるとですね、表面価格が下がりますから、だから今みたいな時期にですね、表面価格を下げる形で減税をするとですね、デフレのスパイラルが起こる可能性があると言ってるわけです。だからやめろと金子さんはそういうふうに言ってるんです。で、私はですね、必ずしもそうはならないと。だからそれはまず一つは消費税をいつやるかというタイミングの問題と、それからもう一つは消費税をただ下げるだけじゃなくて、その下げた時のインパクトをですね、ちゃんと、まあ、なんていうんですか、推測して、それに対する対応方針というかですね、もう一つのプラスアルファの政策をくっつけながら消費税減税をやればですね、必ずしもデフレスパイラルになるとは限らないと思いますから、私はやればいいというふうに思っているということですね。それからもう一つはですね、まあ、消費税はもうちょっと、もう何年かしてですね、今度は廃止というテーマになってくるんですけど、私は単にですね、消費税をなくしてしまうだけじゃなくて、奢侈品、贅沢品に対する物品税の形でですね、間接税を残せというふうに申し上げたいと。で、実はですね、消費税が入ってくる1989年とか90年より前の日本というのはですね、物品税というものが実際にあってですね、で、あの頃はですね、2兆円ぐらいの税収になっていましたから、だからとりあえずですね、まあ、2兆円よりもうちょっと多くていいと思いますが、数兆円レベルの奢侈品物品税をまあ作ってですね、消費税を完全に廃止して、その後物品税に変えるというふうにするのがいいのではないかということです。それから、念のために申し上げておきますと、消費税の欠陥はですね、よく言われているように、まあ、いわゆる逆累進、所得の低い人ほど負担が大きいというのもあるんですけれど、それ以上に問題なのはですね、付加価値税だというところなんです。で、この付加価値税がなぜダメかというとですね、価格転嫁できない。中小零細企業が物を売るときにですね、自分の仕入れとかにかかった消費税と自分にかかる消費税の部分を価格に転嫁して、つまり価格を引き上げて、それを売っていくということがですね、容易ではないということなんです。なのでというかですね、そして日本のですね、多くの零細中小企業というのはですね、大企業の系列になっていることが多いんです。多いんですよ。全く系列の外にあっても、例えば大企業の城下町にあるとかですね、そういう形で、要するに大きな企業にぶら下がりながら生きているような形が厳然として日本にあるので、こういうその支配と非支配、経済的な支配非支配の関係がある中で、こういう付加価値型の付加価値税型のですね、消費税とやっちゃうと、実質的な消費税の負担者は消費者じゃなくて中小零細企業になってしまうということなんです。これがですね、私は決定的にまずいと思っているわけです。で、これと私の言ってることと同じことをおっしゃってるのは斉藤隆夫さんです。なので斉藤隆夫さんの本をお読みになってみてください。まあ、そういうことなので、私は消費税は悪税だと思っているので、これはまあ金子さんとは私はもう全然意見が合わないということです。金子さんはまあ北欧諸国のことを出しておっしゃってますが、まあ、私は北欧の方の税制の仕組みよく知りませんので、ともかく日本のようなこの産業構造とかですね、企業の支配非支配のこの構造の中での消費税というのはまかりならんというふうに思っているということです。それは北欧と違うだろうというふうに思います。それが一つ目ですね。それから二つ目、今度奨学金の特例になります。で、これは私はですね、三角ないしペケなんです。で、これですね、奨学金特例といって、いわゆる卒業してしまった人も含めて、過去に奨学金をもらった人も含めてですね、全てのですね、奨学金債務者をチャラにしてあります。つまり特例だから、全くもう返却しなくていいですと、そういう状態にしようと言ってるわけですね。で、これでいくらかかるかっていうと、山本太郎さんによればですね、9兆円かかるんだそうです。9兆円。それで私はですね、9兆円もかかるんだったら、ここの部分はですね、もうちょっとマイルドな格好でもいいのではないかと。で、具体的にどうするかというとですね、まず奨学金はですね、いわゆるまあ国とかですね、自治体とかやるものについてはですね、全て金利ゼロにすると。この金利ゼロ化というのは決定的に重要で、これをまずやってちょうだいと。これはもう全ての
人に全ての奨学金について金利ゼロにしてくださいと。だからその次はですね、償還条件をですねものすごく緩くして、一生かかって払えるような格好でいいですよと。で、繰り上げ償還、早めに償還したい人はどうぞしてくださいという形にして、ものすごく長い、無利息であってすごく長い償還条件をつけてあげると。これが2つ目です。それから3つ目はですね、奨学金の取り立て業務、これをですね、あのね、あれなんて言いますかね、昔は日本育英会とか言っていて、今なんか学生支援機構という、あの学生サラ金機構ですね、あそこからその奨学金の取り立て業務を取り上げる、やらせない、それでそのサービス業務って言うんですけど、そのサービス業務については人権派の弁護士さんにお願いをして、そこにやってもらって、丁寧にやってもらう。これで私はですね、相当助かる人がいて、で、かつ、奨学金返済についての減免制度を充実させていくと。今申し上げたですね、私がこの4つぐらいをセットにして、この奨学金に対応すればですね、狙っているですね、要するに奨学金で、返済で苦しんでいる人たちを救済することが十分できるというふうに思っていて、そしてかかる費用もですね、9兆円なんかかからなくてですね、おそらく1兆円とか2兆円もあれば十分お釣りが来るぐらいじゃないかというふうに思いますから、だからこの奨学金特性例は私はおやめになった方がいい。おやめになった方がいいというのは、この奨学金で苦しんでいる人を助けるのをやめろと言ってるんじゃなくて、もっと別の方法で丁寧にやって、財源を節約してちょうだいと。なぜ財源を節約してちょうだいと私が言うかというと、他にやらなきゃいかんことが山のようにあるからなんですね。だからそれが2つ目です。それから3つ目、全国一律の最低賃金1500円、これもあるんです、二重丸です。これも非常に重要で、もう早くやった方がいいです。これ早くやった方がいい。ところが今年ですね、新聞見ておられると思いますが、賃金据え置き、最低賃金据え置きになりましたね。私から言わせるとですね、バカじゃないかと、どっち見て仕事してるんだというふうに思います。ただでさえ休業だとかなんとか言って、いわゆる収入がですね減っているのにですね、その最低賃金のところを変えないでですね、どうするんだと。だから上げなきゃいけないというふうに思います。それで、ここでですね、ポイントのところはですね、最低賃金上げると中小零細がしんどいわけですね。それでちゃんと書いてあるんですよ、ここに。中小零細企業に影響が出ないように、不足分は国が補填って書いてあるんですけど、これどこまでですね、どういう形でやるかというのをしっかり考えておかなきゃいけないと。ちょっとここで私こうすればいいって申し上げられませんけど、中小零細企業ってだって数百万社ありますからね。で、日本の働いている人の約ですね、7割近くがですね、中小零細ですから、その人の賃金を今大体平均、全国平均で800円とか800円ちょっとぐらいでしょ。それをまあほぼ倍近い金額に変えるってわけですから、相当な金額が必要になってくるだろうなって推測できるじゃないですか。だからそれをですね、なんとか上手にですねやっていかなきゃいけないので、ここはですね、この中小零細に影響が出ないように不足は国が補填っていう、ここのところをどういうふうに具体的にやるのかをしっかり考えとかないと、これ自体が潰れます。この1500円にするぞって言ってるのが潰れちゃうので、よく考えないといけない。それからコロナが来てますからね、コロナが来てるから、コロナに対する新経済、緊急経済対策と両方睨みながらですね、この政策の入れるタイミングとかも考えなきゃいけないということになります。それからですね、その次、これ、公務員を増やします。保育、介護、障害者介護、それから事故原発作業員などって書いてあって、これも極めて重要で、二重丸にしたりですね、はい。それで、実はまあそれ以外にですね、ここに書いてあるもの以外にですね、私がバッと思いつくのはですね、まずお医者さんと看護婦さん、看護師さん、それからですね、お医者さんといっても民間医だけとは限りませんから、経営がきついのはですね、いわゆる公営の医院ですね、公立病院の経営がきついので、そういったところのお医者さんとか看護師さんに対する人件費をしっかり国が出さなきゃいけないと。特にコロナについてはですね、もう新聞出てますよね。このままいくと、もうあと数ヶ月後にですね、バタバタと倒産して閉鎖していくですね、病院が出てくると思いますから。今のまま行ったら GoTo キャンペーンなんかやっとる時かっていう話なんですけど、
今本当にあのコロナに真面目にですね真剣にやってる病院ほど今経営がすごく大変なので、なのでですね、まあ、公務員を増やすだけじゃなくて病院に対する支援がまず真っ先にコロナで来ますけど、その病院の支援の中にですね公立病院を中心としてその人件費補助っていうんですかね、お医者さんとか看護師さんに対する支援をしっかりやらなきゃいけないということですね。それから書いてないことはですね、生活保護におけるケースワーカーですね。でもう生活保護についてはですね、まあ、そこ書いておきましたけどないんですよ、この山本太郎さんのこの政策の中にね。なんでないのかなと僕は思うんだけれど、もう最も重要です。さそこ書いてます。3番目かな、あ2番目ですね、2番目に書いてきましたけど、生活保護じゃなくて生活保障に変えて、憲法第25条における生存権保障としてですね、その生活保護制度そのものを全部入れ替えるっていうかですね、もうやり替えないとダメですね。それで、生活保護、今の生活保護制度がうまくいかない最大の理由はですね、地方自治体の生活保護に対する負担が4分の1かかるんです。これを基本的に全部国が持つという形にしないと私はダメだと思いますから、生活保護をめぐるですね費用負担の問題を基本的には国が全部抱える形でもって生活保障を生活保護を生活保障に変えるっていうのが非常に重要です。でそれと同時にですね、そうしますとですね、生活保護の窓口にものすごくたくさんの人がやってきますから、その人たちを受けてですね、その方々が自立していけるまでの間きちっと面倒を見ることができるケースワーカーをですね、これ公務員ですけど公務員ケースワーカーをものすごくたくさん採用しなきゃいけない。で私のイメージだとですね数万人のケースワーカーの採用が必要になるだろうというふうに思っていますので、したがってですね、先ほどほら見てもらいましたけど、ばらまきなんかやってるんじゃなくて、そうやってきちっと制度を作る方に金を使ってほしいということですね。それからですね、意外と盲点になっているのはですね、労働基準監督官です。労働基準監督官についても一言も触れてないんですけれど、これなぜ重要かというとですね、企業がデタラメやるからなんですよ。違法行為だらけです、日本の労働現場って。だから抜き打ち検査付きで徹底的に、いわゆるブラック企業を叩くと。そのためにはですね、労働基準監督官が必ず必要なんだって。で私はですね、慣れてないと思いますから弁護士もついていってもらってですね、とにかくですねブラック企業を一掃するということをやらなきゃいけないので、この労働基準監督官についてもおそらくですね数万人の人間がいるだろうというふうに思っています。それも公務員ですからね。公務員ですから。でそれ以外にもまだいっぱいありますよ。例えば上下水道の職員が足りない、こんなものをですね水道の民営化することによって解決なんかするわけないわけですよ。バカ言ってんじゃないって話です。もうこれやりましたけど、水道民営化の問題もやりましたけど、水道の老朽化とかですね、水道の運営をこれからどうするかって言ったらですね、まず水道のその運営をやっている処方公社とかですね、そういったところの人をですね増やして、特に若い人を中心に増やしてですね、技術をですねずっと伝えていかなきゃいけませんから、そういうですね公共サービス、地方における特に地方における公共サービスに人が足りないですから、そういったところにも公務員をたくさん採用していかなきゃいけないと。でこの公務員を採用するということがそのまんまですね新型コロナの経済対策になるわけですよ。そうですよね。現金なんかばらまく必要ないから雇ってくれって話です。そしたら仕事しながらですね給与としてもらっていって自分の生活も安定するわけですからね。だからまあそういうことなんです。だから非常にこの公務員を増やしますというのは重要で、そしてこれはですね真剣に考えてほしい。単に増やせばいいってもんじゃなくて、これからのですね時代をいわゆる新自由主義的なですね民間企業にお任せしますとかですね、規制緩和したらうまくいきますとかですね、まあ、バカなことを言ってんじゃなくて、国とか自治体とかいった公共サービスが国民のためになるような質の高いサービスになるようにですね、そういう体制作りと合わせながらですね公務員を増やしてほしいと、そういうふうに思いますから、これ非常に重要な政策だというふうに思います。それから、一次産業、農林水産業ですね、個別所得保障って書いてますね。でこれについてはですね、まあ、私はまあ基本的に当面はこれでいいだろうというふうに思っています。ただですね、皆さんはデカップリング政策ってお聞きになったことありますか。
デカップリング、これはですね WTO の時にですね赤の政策、黄色の政策、緑の政策って出たやつで、デカップリングというのはですね生産を刺激しない形での政策支援はいいけれども生産を刺激する形の政策はまかりならんっていうのをですね、デカップリングだから生産を刺激するような形でカップリングしながらの政策はダメ、生産の刺激を切り離せっていうのがですねデカップリングなんです。それでそれはどういう形なのかというと、例えばですね価格維持、米の価格を2万円で政府が維持します、価格はもうこれが法定ですって、こういうやつはですねこれ2万円にしとくとですねみんなそれに向かって生産し始めるので生産刺激する、あるいは補助金として、実際に取引されている値段と2万円との差額の金額を数千円をですね補助金としてあげます、これもですね それを補助金もらえるんだったら米作ると言って、生産を刺激しちゃいますと、こうなんです。なので WTO はどうやったかというとですね、農民はみんな農地持ってますねと、その農地の 1ヘクタールあるいは 1R、 ごめんなさい、1単に対してですねいくらの金額を差し上げます、でその後米は作ってほしいんですけど、それはどのように作ろうがどうやって売ろうがですねそれは自由にやってください、こういうのをですねデカップリングの所得保障政策って言ってるわけです。で私は基本的にですねこの、まあ、一種の市場原理主義なんですけど、この市場原理主義的なデカップリング型のですね個別所得保障政策というのは食料自給率が 37% しかない日本にとってはですね間違いだと言ってるわけです。間違いだと、これ間違いだと言ってる人もほとんど今いないですよ。農業経済学者の中でもほとんどいなくなっちゃって、野党はもうほとんどこれ一緒になってるでしょ、立憲民主党なんか、まあ、典型ですけど、日本はですね生産を刺激しなきゃいけないんですよ、わかりますよね、 37% でしょ自給率で、今回コロナがあってこのコロナの影響でもし海外からですね餌が入ってこない、食料が入ってこないとなると飢えますよ、本当に飢える、37ですから、ゴルフ場に芋でも飢えるって話なんですけれど、そんなもんじゃ間に合いませんからね、飢えちゃいますから、だから日本がこれからねアメリカの属国第53番目の州でないというのであればですね、やはり食料自給率というのはだいたい8割ぐらいまで上げなきゃいけない、食料自給率を上げようと思えばデカップリングなんかやってる余裕なんかあるかって話です、生産刺激しなきゃいけないです。だから個別所得保障は私はダメだと言いませんが、この個別所得保障に加えて例えば価格の維持だとか、あるいは補助金によるですね生産の刺激だとか、いろんなものを組み合わせてですねとにかく自給率を8割近くまで上げていく、それを早急にやらなきゃダメ、なぜ早急にやらなきゃダメかというと日本の農業がもうボロボロなんです。ここでもう何度も言ってきましたけど、もう農業の担い手は65歳以上がですね7割とかそんなレベルになってるわけです。しかも今までですね第二種兼業農家っていうのはみんなねあれ片手間農業だとかなんとか言ってですね悪口言ってたわけですけど、その第二種兼業がガガガガガーッと個数が減少していってるわけですよ。で第一次むしろですね逆に専業農家とか残ってるんですけど、実は専業農家ってもう農業しかできないっていう人が追い込まれて残ってるだけなんです。だからほとんど高齢者です、その専業農家って。だから統計だけ見てですね専業農家は農業になってもらえる、第二種兼業はあれは片手間だからダメなんだと、もう農業知らないやつの典型ですよ、逆です実態は。第二種兼業の方がですね若いとか壮年の人がやっていて、それがもうやっていてもしょうがないのでやめていくっていうですね、そんな、まあ、自分のその農地をね自分の代で潰したくないから自分が食う分は あるいは親戚にあげる分は作るけども、もう売ってですね農業やるっていうのもやめますよっていうのもどんどん増えてきて、だこういう状態ですから、だからこれをですね何ていうんですかね、もう90度180度ひっくり返そうと思うとですね相当強力な形で農業に対して手こ入れをして、次世代の農業の担い手をですね早急に育成していかなきゃいけないので、そのためにはですねこんなデカップリングなんて甘いことやっててもダメなので、ちゃんとですね総合的な農業復活政策、これをやらなきゃいけないということです。だから当面はこれでもいいですけど、これだけではダメだというのがですね申し上げているんですね。それから災害に備える、これもまあいいと思います。あんまり詳しく書いてないんですけど、まあ、防災庁創設とか言ってますよね、あんまり詳しく書いてませんが、
まあ、当面、ね、一番気になるのは水害でしょ。でもダムダメですからね、ダムがね、ダムはやめて、まず差し当たりね、やらなきゃいけないのは堤防をやっぱ強化して、危ないところって大体分かってるんですよ。だからそこにですね、まあ、田中康夫さんなんか言ってるのはですね、矢板を打ち込めていってるんですよ、その危なさそうなところに。でこの前長野県で水害食らったところ、あそこもですね、住民から矢板打ってくれって言ってるんだけど、国土交通省拒否するわけですよね。信じられないんだけど、でダム一つ作るとですね、数千億円かかるんですけど、矢板一発打ち込むとですね、2億円とかそんな金額なんですよ。でしかも地元の土建屋使いますから、地域振興にもなるんで。だから基本的にですね、今ね、水害があったもんだからね、川辺側ダムもう一回作れとかですね、ちょっとネット見てると信じられないような記事がバン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 載ってるんですけどね。ダムなんか作ったって、ね、鉄砲水、あれ人工鉄砲水製造装置って僕言ってるんですよ。一番雨がひどい時にですね、ダムの水もいっぱいなってきてですね、それパッと、ね、もう開けるわけでしょ。下流たまりませんよ、一番ひどい時にダムの水がドーッとくるんですから。だからダムなんか作ったって、ね、ダムのダム湖の分だけ雨降ってくれるとは限らないわけですから、そんなもの作ったって役に立たないんだからやめろとか、そうじゃなくて、まず堤防ですよ。その時はその後浚渫するとか、川の真ん中に林作っちゃってですね、ほったらかしにしてるからすぐ洪水しちゃってとかね、ありましたでしょ。だから基本的に、まあ、洪水について言えばですね、そういうふうに、私はですね、国土交通省の河川局を潰せばいいと思ってるんですよ。潰しまえばいいと思ってますから、まあ、具体的にどうするのか分かりませんが、とにかく災害に備えようと、まあ、地震とかもそうですね。これ東京はちょっと危ないですね、地震ね。来ると、多分この中の何人かもなくなると思いますけど、私も危ないかもしれない、はい、地震対策用意じゃないですか、ね、ただ一つだけ東京で申し上げておくと、地下鉄は危ないです。水死します、水死、地震に来るとね。それだけ申し上げます。それからその次、コンクリートも人も本当の国土強靭化ニューディールをって書いていて、でこれにですね、金子さんが4月の世界の論文で噛みついてるんですよ。コンクリートも人もじゃなくて、コンクリートから人へだろうって言ってるんですけど、私はこれでいいって言ってるわけです。なぜかっていうとですね、もう東京だけ、東京なんかよく住んでると分からないんですが、地方に行くとですね、インフラ、要するに生活のためのインフラと産業のため、農林水産業も含めて産業のためのインフラがですね、もう老朽化してきて、だいたい1950年代の後半から70年代中頃ぐらいの頃にですね、ものすごい勢いで整備されてるわけです。でそれがもう50年以上経ってきてるでしょ。だからこれほっとくとですね、橋落ちる、トンネル崩れて中で生き埋めになる、崖は崩れてくるとこうなる。だからこの何ていうんですかね、国土強靭化っていうよりもですね、要するに今まであった地方の生活基盤、産業基盤をどうやって取捨選択して維持させていくのかというところは非常に重要であって、その時にコンクリート当然使わなきゃいけないんだってですね、でそれ嫌っちゃったらダメなんですよ。金子さんよく分かってないんじゃないかと僕は思います、地方のこと。だからあの人はそのコンクリートやめて人へって言っていて、社会保障とか福祉とか再エネのことは言うんですけど、で地方のインフラどうすんのということについては一回も聞いたことがないわけです。だから、太郎ちゃんが言ってる通り、本当の国土強靭化ニューディールをっていうことをですね、これで私はいいと思ってますから、これの具体的な中身が問題だと、ね、山本太郎さんの国土強靭化はいいんだけど、二階さんの国土強靭化はちょっと困るねと。ここですよ、この違い。自民党の国土強靭化冗談じゃねえよって話も、いつまでダム作ってんだこれやろうっていうことなんですよ。わかりますよね。それから、お金配ります。これですよ、これね、これをね、もう私はやめなさいって言ってるわけです。やめなさいと。やめなさいっていうのは、そのこれお金配りますって、特定の方に配るんじゃないんですよ。これ延べつくまなく全員に配りなさいって言ってるんです。これ1人当たり3万円を給付、2人なら6万円、4人なら12万円って言ってますよね、1ヶ月ね。で1ヶ月1人当たり3万円配るとですね、1億2500万人いますからね。
で1ヶ月で、3、1が3の3兆、まあ、4兆円弱ぐらいかかります。1ヶ月ですよ。2ヶ月で8兆円、3ヶ月で12兆円、4ヶ月で16兆円、ここはこんな感じですよ。こんなもんやってどうするんですか。だから私が言ってるのは、こんなことに使うんじゃなくて、先ほど言ったように大量に公務員を採用しなきゃいけない、万人単位 でしかもですね、まあ、私が、まあ、ブログなんかで書いてるのはロスジェネ世代が1000万人を超えるレベルで非正規になっちゃってる。これこのままいくと、このままいくとですよ、もうあの20年ぐらい経つとですね、その方々もみんな60歳70歳になってくるでしょ。そうすると、まあ、働けない、スキルがない、貯金もない、社会保障の加入もしてない、こんな人がですね、少なくとも数百万、1000万人を超えるレベルで生まれるわけですよ。この人たちどうしますこれ。生活保障の窓口に来るの決まってると思いません。来るでしょ、これ多分。来なかったらあと死ぬしかないじゃないですか、収入何にもないんだから。これほっとくんですかって話なんですよ、あと20年ぐらいしかないのに。だから私が言ってるのは、そのロスジェネ世代を中心にそういう方々をですね、数百万人単位で地方振興公社という新しい公社を作って、そこで正規職員として公務員として採用した上で、その方々に地方に行ってもらって住んでもらって、その地方のさまざまなニーズで正規職員として定年まで働いてちょうだいと、こういうですね、私はそれをニューニューディールって言ってるんですけども、そのニューニューディールのですね、地方振興公社によって、地方の再生とそれからロスジェネ世代を中心とした非正規の救済の両方をですね、やって、やったらいいと、こういうふうに申し上げてるわけです。その時に数百万人から1000万人を超える正規公務員を採用しようとすると、ものすごい金額のお金がいるんです。それに使ってちょうだい。こんなもんじゃなくて、こんな金を配ってんじゃなくて、それから先ほど言った生活保障です。今あの生活保障の窓口に来てる方々っていうのは、本来受けられる人のですね、およそ 15% ぐらいだって言われてますから。で今大体その国がですね、予算立ててる生活保障費って3兆5000億から4兆円弱ぐらいのところだと思いますので、そうするとその倍をこうひっくり返してみてください。本来受けられる人の 15% ということはですね、大体その6倍ぐらい受けても当然なわけですから、今現在見るだけでもですね、その4兆円 ×6 ですから、4×6=24 で20兆円を超える生活保障費の財源が毎年いるという話です。現金のばらまきじゃなくてそっち先やってよと。とりあえず私あのわずかばかり退職金もらって、まだとりあえず這いずりながら生きてるから、とりあえず10万円なくても生きていけるから、もう本当に困ってる人を助けてもらいたい、先にと思いますからね。だからこんなことをしてるんじゃなくてですね、先ほど言った生活保護、生活保障に変えた形で、そこにですねきちっとお金を回るようにしてくださいと思いますから、これダメだと、これやめろと、現金配りますとやめろと。でこれはですね、これまあ10万とか20万の話なんですけど、こんなものですね1回か2回やるとみんな慣れっこになってくるわけですよ。10万20万もらってもしょうがないな、ほんと100万にしてくれよ、こうね。そうするとこれね、あの太郎君はそういうことないと思うんですけど、あの自民党の頭の悪そうなおじさんたちね、じゃあ今度50万でやろう、いや100万も思い切っていこうとか言って、だんだんエスカレートしていくんです。要するにこういうあの安直で、スカみたいな政策っていうのはですね、頭の悪いやつがだんだんそのイニシアチブを握ってどんどんエスカレートしていくんですよ。だからぐちゃぐちゃになるから、こんなのやめなさいと、マネさ当てたら大変よということですね。それからその次です、財源どうするの。これは太郎さん口酸っぱくして言ってますけど、で国債発行して、やるんです。結構です、私もいいと思います。まだ日本の財政に余裕があるからやってもらったらいいと思いますが、ただし国債を日銀が直接に引き受けるのはダメよと。それダメ。なぜダメかというと、何のために中央銀行制度があるのかというのを考えている。それは財政政策といえどもですね、本当のですね、その倫理的にきちっとしたですね、
才能のあるですね政治君主がおやりになってんじゃないんですよ。政治家がやってんですよ、財政政策っていうのは。政治家が財政政策をやっているということはですよ、もうその選挙民とか選挙のことが一番最優先に来ますからですね、屋敷に流れていくのは目に見えていて、日銀が財政その国債の引き受けをやってくれる、じゃあもうとりあえず今いるやつ20兆円ちょっと国債引き受けてもらえよって、こういうふうになっていって、最初は恐る恐るなんだけど、もうだん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 慣れっこになっていってですね、もう放漫財政めちゃくちゃになっちゃうんですよ。止まらなくなる。日銀に国債を引き受けてもらわなければもう国家財政成り立たない、こんなことになる。だからやめろって言ってるんです。最初にやめとけ。だからちゃんと財政のモラルハザードを生まないようにですね、あくまでも国債発行してもいいんだけれども慎重にやらなきゃいけない。で、日本の場合ですね、かつてのイギリスに経済情勢が非常に似てきていてですね、これ間もなくですねヘッジファンドあたりにやられますよ、このままいくと。つまり円のですね、円売りです、円売りのですねものすごい投機の仕掛けが入ってくる可能性があって、でこの円安ですね、円売りってことは円安ですから、円安がですね大きくドーンと今の日本に来るのはですねものすごく怖い。それはもう皆さんご知っており、まず食料自給率 3-7 ですから、海外から入ってくる食品の値段が円安になるわけですから、ダーンと上がるわけですよ。食料品の価格がバーンと上がったらですね、もう容易じゃないんですよ。今の賃金水準でも宿泊してるんだけど、ほんでものすごい円安が襲ってきたりなんかするとですね、生活費が暴騰してですね、容易なことではなくなってしまいますから。なので今後のですよ、今の自民党がダメですけど、政権交代後山本総理はですね、山本総理大臣は何を考えなきゃいけないのかというと、円が暴落しないようにですね、慎重に国債を発行し、経済運営に対しても慎重に構えてやっていかなきゃいけないんですよ。だから私がこういうふうにいろいろその政策のところで申し上げてるんですけど、最初のうち欲張るなと、ものすごくたくさんお金がかかる大きな政策は後回しにして、小さな金額で、あるいはお金のいらないようなものを中心にまず成功体験積み上げろと。そしてその成功体験を積み上げることによって有権者の信頼を得て、この人だったらですね政治、自民党やあんな維新だとかあんな連中の政治とは違う、私たちのための政治をやってくれる人なんだなというですね、そういうカモンセンスがバーッとこう国民の中に広がるようにですね、最初は小さな成功を次々と積み上げていくような、そういう形でもってスタートしていく、ソフトランディングをする形で政策を開始していってほしいというふうに思います。ちょっと脱線になりましたけどね、そういうことなので、財源は先ほどビデオでも言ってましたけど、この後の要因ってプライマリーバランスとかね、何言ってんだと、先ほど太郎さんも言ってましたけどね、財政を再建することよりも国民生活再建する方が重要なんですから、財政というのは国民生活を良くするための手段なんであって、財政そのものが目的になるということはありえませんので、日本経済がびくともしないというか、日本経済が悪化しないのであれば、財政の赤字が少々大きかろうが小さかろうがですね、どうということはないと思ってればいいんです。ただ私が言ったように怖いのは円安だと、こういうことですね。それからですね、次、真の独立国家を目指します地位協定の改定をと、これこの通りですね。それでもうちょっと私の方で詳しく申し上げておきますとですね、日本のですね法体系というのはですね、名目上は日本国憲法があり、その下に日米安全保障条約があり、その下に、法律があり、その下に、条例とかがある、こんな形になってます。常識ですよね。でところがこの上の日本国憲法と日米安全保障条約がひっくり返る実態は、そしてさらにここまでは言う人いるんですけど、さらに日米安全保障条約の下に地位協定があり、地位協定の下に日米合同委員会があるんですけれど、この3つもひっくり返って、つまり一番上に日米合同委員会があり、その下に日米地位協定があり、その下に日米安全保障条約があり、その下に日本国憲法がありという形になっているんですよ。これが実態なんです、実態。
でこれが何で分かってきたかっていうと、2000年以降ですね、まあ、あのアメリカの公文書をですね発掘して、次々とそれがですねそういう密約をしていたということが分かってきてですね、でその密約というのはですね、日本側はですねその時々の総理大臣とか自民党のボスがですね自分の家の机の中に放り込んだりしてですね、何にも残ってないわけですよ。残ってない。ところがアメリカにはですねもうビシッと公文書の形で残っていて、それが全部こう保管されて引き継がれてるわけですよ。だから私から言わせるとね、外務省の役員たちってねかわいそうだと思うよ。だってあの協議していてですね、あんたそう言うけどそれはなんとかの大臣の時にこういう約束したんだよって言って、で書類もあるよって言われたらですね、えっとかいう話になるでしょ。官僚はえそんなのあるんですか、知りませんでしたって話になるじゃないですか。こんな調子なんですよ。戦後の自民党の外交っていうのがいかにもうあの俗人的にやっていてですね、支離滅裂かっていうのはこれだけでもわかると思いますけど、まあ手な話で実態上はですね、その日米合同委員会で行われた密約、これはですねアメリカにとっては条約なんですよ。これ条約だから必ず守らせるって、こんな話です。でその密約の内容たりはですねもう本当にひどい。でこれは、まあ、あの矢部浩二さんの本読んでくださいね。まあ手な話なんです。だから日米地位協定を改定しただけでは今の日本の従属構造は変わりませんよ。変わらない。まずね、真っ先にやらなきゃいけないのはね、日米合同委員会を全部公開することです。何決めたのか、今まで誰と誰で何を決めたのかを全部公開しようと、一つ残らずね。で今後はですね、日米合同委員会は廃止をして、日米合同委員会ってあの日本の代表はあの外務省の北米局長ですよ。で向こうの代表はですね在日米軍のトップじゃないんですよ、ナンバー2なんです。でこんなところがですよ、しかも相手は国務省じゃないんですよ、在日米軍ですよ、軍人ですよ。軍人のナンバー2と外務省の北米局長とかが寝ごってですね、それが憲法どころかですね、安保条約は地位協定の上にあるっていうですね、こんな状態ですから、ほんとね、私もこういうのをあの矢部さんの本を読んで知ってですね、唖然としてしまったと。だからこんなあの生優しい話ではないということです。容易ではないですよ。だからまあ、 あのこっちもいろんなことを考えながらですね、ジビジビとですねこれ変えていかなきゃいけないということですね。ちょっと時間がまないので次いきますね。それからとんでも法の一括見直しって書いてます。これはですねもう極めて重要。とんでも法って安倍政権がやった、先ほどあの太郎さんがビデオにダーッと並べてくれてましたけど、まあ、ああいったもの全部そうですね。であのそこにですね書いてあるもの以外でまだねあるんです。ちょこっとだけ申し上げておくとですね、種苗法の改悪とかですね、それからゲノム編集の規制とかですね、それから万博リニアオリンピックとか農業関係の法律とか、最近法定められたのでいうとスーパーシティ法とかですね、こんなところですね。であのとにかくですね、あのひどい法律をリストアップして一つ一つちびちびやってんじゃなくて、一括して、もう政権取ったら即一括してですね、廃止、この一括廃止法案というのをですねやってもらわないと、もうあのちびちびやってる余裕なんかないと。で、まあ、例えば特定秘密保護法とかですね、ああいったその国家機密を扱う諸問題についてはもう一回最初から議論やり直しと、そういう形でいいと思いますので、このトンネル法一括見直しというのは極めて重要と、もうこういうのって覚悟が決まってるかどうかです。これがですね、私が思うには、もし仮にですよ、野党が選挙で勝って、まあ、衆議院と参議院両方で勝たなきゃいけませんけど、両方で勝って、政権交代がなった暁にその政権が本物であるかどうかを見定める最もピンポイントはこれです。この安倍政権がやったろくでもない法律を一括して廃止に即廃止できるかどうか、ここがですね政権を見極めるポイントだというふうに思います。まあ、私なんか真っ先に国民民主党ダメだと思いますけど、まあそこがポイントになるので、申し上げておきますね。それからですね、原発即時禁止、被爆させないエネルギーの注力は当面 LND 火力でって書いてあって、ここにもですね金子勝さん食いついてですね、火力ダメだって彼は言うわけですよ、再エネ行けって書いて。でも山本太郎さん再エネしないなんて言ってないわけですよ。
で再エネをですね普及させていくためにはこれ相当時間がかかります。それで一つだけ申し上げとかなきゃいけないのはですよ、日本のエネルギーの消費構造をそのままにしておいてエネルギーの供給だけを再エネ中心でやりましょうっていう、これはダメですから。これダメ。再エネを普及させ、再エネが日本のエネルギーの柱になるということは、それは反対側から見るとエネルギーの消費構造も抜本的に変わっているということを前提にしないとですね、これ持続可能ではありませんから。じゃあそのエネルギーの消費構造が大きく転換しているってどんな形なのかと、これもいろいろあるんですけど、少なくとも一つは東京一極集中はやめるということなんです。それからコンクリートの使い方考えてねという、そういうことですね。コンクリート使うなって言いませんからね、使い方考えてねと、このことですね。であとはまあ太郎さんの、まあ、何ちゅうか、持ち屋は持ち屋で、まあ、おっしゃってるとおりだと思いますので、それからあと下はですね、障害者の対応とかから DV の問題とか、あと児童相談所の問題、こういったところはですね、太郎さんが実際にいろんな人と接してですね、協議して、出てきた知恵だと思いますので、まあ、私はこれよろしいんじゃないかなというふうに思いますので、特に私からコメントしません。ぜひ読んであげてください。まあ、多分こういうことなんだろうなというふうに思います。僕もそんなに詳しくないのでですね、児童相談所の問題なんていうのもですね、本当まあ新聞見るとちょっと目を覆いたくなるようなところがありますよね。それでちょっと申し上げとかないから、これ動物愛護のところですね。でこれですね、まあ、これもまあ別に私はいいと思うんですが、このペットショップでの生体販売禁止というのはこれなかなか難しいかもしれませんね。難しいかもしれない。合意形成が難しいかもしれませんね。まあ、それはともかくとして、私から強く申し上げたいのはね、野生生物の輸入をやめろって。でこれはですね、今月号の世界にですね、ブッシュミートのなんとかかんとかって論文が出てるので、それお読みになってみてください。要するに野生生物ですね、まあ、特に動物、大型の動物なんかはですね、必ず未知のですねウイルス、細菌、そういったものを持ってる。でそれがですね、そのまま日本へ入ってくるので、これはまあ非常にまあ危険だというか危ないので、野生生物の輸入を基本的には禁止と、基本的にはですよ、絶対にダメだっていうんじゃなくて原則は禁止、要するに愛玩物のような形で輸入するのはもう基本的にやめると。でだけど日本の場合、例えば象牙の輸入が止まらないとかね、それから絶滅危惧種なんかも平気で入れてるとかですね、とにかく貿易の入り口のところがめちゃくちゃなんですよ。でこの貿易の入り口のところがめちゃくちゃなのはですね、何もこの動物だけの話じゃなくて、私たちが食べる食料品の安全のチェックとか表示のチェックがもうめちゃくちゃなんですよ。もうフリーパスです、簡単に言えば。でそのフリーパスをもっとフリーにしようと言ってるのが TPP であり、日曜 EPA であり、日米 FTA なんですよ。あんなものはやめてしまわなきゃいけなくて、太郎さん の一括廃止の中に TPP 入っていたと思いますけど、まあ、あのあと日曜 EPA とかですね、日米 FTA とかもあるので、そんなもんまとめてですねスクラップということなんですけど、だけど簡単にはいかないですよ。もう TPP にしろ日米 FTA にしてもね、そういったものはもう利害関係人が生まれてしまっているから、やめるにしてもですね慎重にやめていかなきゃいけないので容易じゃないということは申し上げておきます。で、まあ、それはともかくとして、この動物愛護のところのここで申し上げたいのはですね、今申し上げたように野生生物の輸入、愛玩物という輸入は基本的にやめるということにした方がいいと、こういうことですね。まあ、あといろいろあると思いますよ。人間が都合でですね、今まで飼っていたワンちゃんとか猫ちゃんをすぐ捨てる、かわいそうに。そういうのもできないようにしないといけないなと思いますけどね。まあ、それはいろいろあると思います、この問題についてもね。でちょっと時間ないのであと5分か10分ですけど、あとここ、実は太郎さんのよくできた政策、まあ、一部ちょっと問題あるんですけど、それ以外にですね、私がざっと見てですね、こういうの足りないと、だから、まあ、もう一段磨きかけてほしいっていうのをここ並べてきました。で一つ目、労働法制の抜本改革、これよろしいですよね。働き方改革インチキでさえね、で特にですね、ホワイトカラーエグゼンプション、それから残業960時間でしたっけ年間、冗談じゃないよ、ね、それからあとフリーランスの人を守る法律がありません。
こういったことですね。だから労働法制を、働く者の立場からですね、抜本的に見直すと。でこの中に先ほど私が申し上げた労働基準監督官のですね、体制強化と人員の補充というのがありますので、お忘れなくということですね。それから2つ目は、生活保護、先ほど申し上げた生活保障ですけど、要するに日本のセーフティーネットが全然ダメ で、今回のコロナでいうとですね、この生活保護保障に加えてですね、失業保険、これもっとですね、拡充しないとダメですよ。本当に貧弱で、失業したらたちまちですね、もう死にそうになっちゃうので、失業保険もきちんとカバーしなきゃいけない。では3番目は、税制の抜本改革。これ、×って書いてあるのは、改革が×なんじゃなくて、税制が×なんです。税制が×。でも日本の税制って、大企業と金持ちは納税しなくてよろしい。で、大半は消費税で皆さんから巻き上げます。で、まあ、所得税はまあ、ある程度置いておきますよ。こういうスタンスなんです、基本的にはね。こんなものですね、冗談じゃないよって話なんです。で、まあいろいろこの税制改革についてはこれまでここで話してきましたから、ポイントはですね、法人税は税率を上げるって言って一気にバーンと上げるわけいかないので、ちょっとずつ上げる。それから所得税については2つ、1つは累進課税をぐっと引き上げると同時にですね、総合課税にすると。これは2つのポイントですね。から消費税は廃止して写真物品税に移行するって、そういう話で、もう一つ大事なのがですね、被居住者が日本国内において所得を得ている、それに対する課税がほとんどできていない。具体的にはGAFA、Google、Apple、何でしたっけ、Facebook、いや、Amazon か。 GAFA だけじゃありませんよ。それ以外もスターバックスとかいろいろあるじゃないですか。日本に出てきて日本で営業して利益上げてんだけど、それみんな海外持って行ってですね、海外のタックス成分かなんかでですね、受けて、ほとんど税金払わないわけですよ。冗談じゃねえということですね。だからそういうふうにして、まずはですね、税制の抜本改革をきちっとやることによってですね、公正な社会を作ると同時に財源をそこで得ていくということなんですよね。だからこれ、増税だとか言って、ね、こういうこと言うと増税だとか言って批判するやつがいるんですが、私から言わせると増税じゃないんですよ。増税じゃない。本来払わなきゃいけない奴らが払ってないんですよ、税金を。だから払ってもらうだけの話だと。増税じゃありませんよ、これは。税の適正化です、増税じゃなくて。というふうに、増税批判に対しては言い返せばいいと、こういうふうに思っています。それから、これね、4番目、人口減社会対応。これね、全然中にないんですけど、これもう人口減は避けられませんね。今から、梅増やせってこうやそういう政策やってもですね、多分数十年は人口増えてきません。ずっと減っていきますから、これずっと減っていく中でどういう社会を作るのかっていうのをきちっと考えて先手先手打っていかなきゃいけないの で、その時に大事なのはですね、例えば地方どうするんだ、あるいは街づくりどうするんだ、あるいは東京一極集中このままでいいのと、コロナリスク加えて東京一極集中あるんですか、まだっていう話ですね。だから私はですね、この人口減社会の対応のポイントは地方だと思います。地方をですね、どのように再建再構築していくかというのは非常に重要で、そのことを考えるとですね、私はもうずっとメールであるいはブログで言ってきましたけど、山本太郎さんの東京都知事立候補は間違いだと。お前は何のために地方に案件をしに行ったのかと。地方の人たちはあなたの演説を聞いて、山本太郎さんだったらこれ政治任せてですね、地方を盛り上げてくれるかもしれないと思った人は無数にいらっしゃるだろう。その人たちを無視して東京都知事選に立候補するなど何事かと言って、私は怒ってるわけです。だけどまあ山本太郎否定してるんじゃないですか。私は山本太郎君のためにやめときなさいと言ったんだけど出ちゃったんですけどね。まあともかく人口減社会の対応のポイントはこれはですね、地方です。地方どうするかということですね。それから5つ目は当たり前なんですけど、情報公開と公文書で、今も情報公開法がどっか吹っ飛んじゃってるんですよね。でそれ以上に問題はこっちですよ。これ今日相川先生からお話あると思うんですけど、公文書ひどいでしょ。それからあと個人情報保護、スーパーシティ法ですよ。あれもほんとね、丸裸にされちゃいますよね。それからあと下の2つね、6番目の司法検察の改革。検察の方皆さん注目してんだけど、検察よりも司法の方がもっとひどいだから、
もう私はまあ原発の事故の後ですね、いろんな損害賠償をはじめとした裁判に出て傍聴してますけど、もうね、あの裁判官ともね、私は腐ったヒラメの集積状って言ってるんですよ。どうしようもないでしょ。で、そもそも日本の司法制度というのが全近代的であって、あの司法権力を持っている人たちに対するフィードバックのシステムが何にもないわけですよ。これ作らなきゃいけないですよ。今あるのは国民審査だけなんです。最高裁判事のあんなもん形骸化しちゃってるでしょ。だからまずあれをですね、生かすっていうかですね、あの憲法条項を生かすためにいろんなことやらなきゃいけない。立候補してくるやつはどんなやつなんだとかですね、どんな判決出したやつなんだ、何の事件をどっち側に立って弁護してきたんだとかね、考え方はどうなんだとか、そういったものを全部明らかにして、それから演説もさせて、質疑応答もさせて、そういうふうにやってですね、とにかくですね、そのまず最高裁判事の国民審査を有効になるような仕組みを作らなきゃ、まずそこからぐらいかなと思いますけど、まあ、ともかくで最後ですけど、新しい民主主義、これ私しか言ってないと思いますけど、これ何のこっちゃ、いろんなものがあるんですけど、民主主義をですねやっていく時のルールですね、これをもう刷新しないといけない。公職選挙法変えないといけないでしょ。供託金高すぎるって山本さん言ってましたよね。宇都宮検事さん供託金の裁判しましたけど、裁判所から門前払いを食らってますよね。だから供託金の問題とか選挙に金かかるとか、だからそもそも選挙が自由じゃないじゃないですか。いつの時代だと、ね、Eメールは打ってはいけない。だけどね、あれ Eメールね、確かあれ2012年か13年の時に自由、あの E メール以外は自由化になってるんですよ、ネット選挙ね。あの時に与野党で合意して、できるだけ速やかに E メールについても適正化を図り自由化をするとか言って、確か合意してるんですよ。立憲民主とかね、国民主、何やってんだと。なぜ彼らが動かないか分かりますか。自分たちの議席が危うくなる可能性があるからですよ。情けないと思えと、本当にね。そうでなかったらごめんね。これ VTR に撮ってあるからね。ってな話とか、あと国民投票をやらなきゃいけない。僕はね、参議院に国民投票を提起できる権限を与えればいいと思ってるわけですよ。参議院に、今衆議院のコピー議員って言われてるじゃないですか。だから参議院にその国民投票の権限を与えて、そして参議院議員は政党所属は認めないとか言い方すればいいんじゃないかというふうに思ってるんですよ、僕個人的には、ね。まあ、そんな話、まあ、ともかく国民投票や住民投票が簡単にできるようにしてちょうだいと、あるいはリコール制度をちゃんと作ってくださいとか、オンブズマン制度を入れてくださいとか、まあ、いろいろあります。でこれだけでもですね、一つの講演ができるぐらいたくさんあるので、まあ、こんなことなんですよ、まあ、とりあえずパッと見た感じの山田さんの政策を見たときにちょっとないなと思って、だからもう一段、フラッシュアップというか、磨いていただいてですね、より、まあ、政権に近い形でやってほしいと思います。で僕の話はそれぐらいにして、それでまあどうやってですね、選挙に勝つかとかいう話も含めて8月6日にちょっと健康会やりたいと思いますので、よかったらお見になってください。それじゃあこれでこう終わりますので、ちょっと前から先生がありますので5分から始めて休憩します。まあ、2冊一冊が前川喜平感を語る、今日のまさにテーマそのものですね、こういう本です。これはですね、宝島社、面白い出版社、宝島社からですね、山田さんと一緒に書かれています。それからもう一冊がですね、福までこれも宝島が面白そうですね、これ2冊ともね、宝島の本って面白いんですよね。それから、前川さん以外の本でですね、まずこれもこの前もお勧めしましたけど、河野春樹さん生活保護、これはもうね、皆さんにぜひ読んでほしいんですよ。今の生活、いわゆる最後のセーフティーネットと言われている生活保護がいかにひどい、凄まじい状態になっているかっていうのはこれでよくわかります。副題がですね、知られざる恐怖の現場ですから、生活保護の現場がなぜ恐怖の現場なんですかね。ぜひお読みになってください。千曲真書です。
今野春樹さんとかですね、それからもう一つ、これももうだいぶ前にお勧めしましたけど、オリンピックマネー。まさかオリンピックがスポーツの祭典なんて思っておられないですよね。あれはお金の祭典ですからね。そしてそのお金の、オリンピックをめぐる IOC を中心とした金の動き、金の何ですかね、流れ、これで一発で分かります。でこれ書いてる人はですね、元毎日新聞の記者さんだったみたいですね。それで記事見てると、もう毎日新聞が割とオリンピックに対する批判がきついですよね。であれ、毎日新聞ってスポンサーになってなかったんじゃなかったかな。なってましたか。じゃあ なってたんですね。まあその伝統があるのかもしれませんけど、これもおすすめしておきます。ぜひ読んでみてください。まだやるとか言ってるわけですよ、オリンピックで。いい加減にせえと、お前 GoTo キャンペーンとオリンピックかよと、お前コロナ目の前にしてと思いますよね。中止決まったんだ。来年の